出した人は1割程度でした。最初のステップとなる月10万円を最速で達成する確率を上げたいのであれば、こんにちは、ベンネです。今日は物販で稼ぎたい人が陥る危険な罠についてお話ししたいと思います。私は物販でずっと生計を立ててきているので、物販のメリットについてたくさん話すことができるんですが、同時に物販のデメリットや難しさについてもよく知っています。ただ目の前のお金を稼ぎたいと思って始める人ほど、このデメリットは見えにくいものとなっているんですよね。そして物販を始めた方の中には、月10万円というのが大きなハードルとなり、難しいと感じる方がいらっしゃいます。その反面、難しいだろうと思っていたのにあっという間に達成できてしまったという人もいるわけです。今日の動画の前半では、まずなぜ簡単にこの10万円のハードルを超えられる人と超えられない人がいるのかについて解説します。そして動画の後半では、物販を始めるなら目指してもらいたいゴールについてお話をします。10万円を稼ぐことがゴールになってしまっている人ほど、実は稼いだ後にあるジレンマに陥ってしまうんです。これが罠の部分なんですね。せっかく物販をスタートするのであれば、今必要な10万円を稼ぐことをゴールにするのではなく、10万円稼いだ後と働き方についても考えてスタートしてもらいたいと思っています。これから物販を始めたい方こそ、この動画をしっかり最後まで見て、改めて始め方を考えてみてくださいね。私のチャンネルでは、初心者向けの物販に関する動画を中心に、ここスイスに住んでいる私がやっている自動化物販についての動画も配信しておりますので、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。物販と一言に言っても種類がたくさんあります。店舗で仕入れるものもあれば、ネットで仕入れるものもありますし、販路もメルカリ、アマゾン、バイマ、eBay、SNS とかネットショップなど、方法は無限大です。たくさんの種類があるからこそ、それぞれに特色があり、難易度も大きく違います。同じように物販をスタートしても、初月で10万円の利益を出せる人と、半年経っても10万円の利益が出せない人、どちらが多くなるかというのには、取り組んでいる物販の難易度が違うことが原因であることが多いです。私はメルカリ物販とアマゾン物販の両方のスクールに入ったんですが、メルカリ物販の方では初月で10万円を出した人が同期にもたくさんいたのに対し、アマゾン物販の方では10万円利益を出した人は1割程度でした。これはメルカリの方が使いやすいとか、アマゾンが複雑だとか、そういう理由ではありません。アマゾンはメルカリよりも手数料がかかりますが、同時に自分で作業をしなくても発送と販売、アマゾンが代行してくれるというメリットがあります。ではどうして10万円の利益が出せない人が多かったのか。それはアマゾン物販の仕入れはリサーチが要になるものばかりだからです。さらにはメルカリ物販の中でも、多くの方が10万円利益を出していた仕入れというのは大体決まっていたんですね。それもまた利益が出るかどうかの大きな分岐点となったのが仕入れリサーチです。仕入れリサーチとは、仕入れをするときに、それを仕入れていくらの利益が出るのか、いくつ仕入れたら完売できるのかというのを、市場の売れ行きから調べて仕入れるかどうかの判断をするという作業のことです。このリサーチが必要な物販からスタートすると、思ったように利益商品が見つからなかったり、利益が出ると確信して仕入れたものが全く売れなかったりと、最初は思うようにいかないことが当たり前です。でも物販は初心者でもできる、利益が出やすい、再現性が高いという部分だけを信じて始めた人は、もうそこでモチベーションが折れてしまうんですね。リサーチがうまくできないことが原因で赤字になってしまうということも普通にありますし、逆にそれが怖くてなかなか仕入れが進まず、始めたものの稼げないという人もいます。スムーズなスタートを切り、最初のステップとなる月10万円を最速で達成する確率を上げたいのであれば、最初はリサーチ不要の物販からスタートするのが一番の近道です。どんな方法があるかは動画の最後にお伝えしますね。でも真面目な方や学びに貪欲な方ほど、リサーチ不要の物販ではスキルが身につかない、一時的に稼げても自分で稼げるようにならなければ意味がないと考えて、あえて茨の道を進みたいという方もいらっしゃいます。本当にそうでしょうか。私はリサーチ不要の仕入れに1年間取り組み、たくさんの商品を販売する中で、自然と売れるものやマーケティングについて感覚がつかめてきた頃にリサーチを学び始めました。
ですから講師の言うこともスムーズに理解できましたし、最初は難しく感じたこの仕入れ判断も割と早く自分でできるようになっていきました。でも私と同時に Amazon 物販を始めた初心者の方には、どうやったら利益商品が見つかるの？とよく聞かれていたんですね。もちろんリサーチには方法があり、それに沿ってやればできるんですが、利益商品をしっかりと見つけられるようになる頃には感覚でわかるものが出てくるんです。この感覚は経験を積まなければ身につかないものなんですよね。例えばどういうことかというと、一つの商品過去3ヶ月の売れ行きを見て、初心者の方だったら、ああこれは売れないなと判断する商品でも、1年間取り組んできた人だと、その時点で売れる可能性があると思っていれば、もし過去3ヶ月売れていなくても、過去1年間の売れ行きを調べて、あこれは売れると判断することがあります。これは一例ですが、1年間の商品の売れ行きを見てきた経験があるからこそ踏み込んだリサーチをした、その結果なんです。リサーチ不要の物販はスキルがつかないのではありません。自然とつくスキルが必ずあります。そしてそのベースがあってこそ、リサーチを学んだ時に吸収が早くなるんです。適した難易度と正しい方法で取り組めば、10万円のハードルは思っているほど高くはありません。かくいう私も物販をスタートするときは10万円を稼ぐことがゴールとなっていました。毎月10万円プラスになればどんなに楽になるだろうかとか、あんなこともできるし、あこれもあれも買えるというような想像でワクワクしていたくらいです。でも私が10万円を達成したのは2ヶ月目で、それ以降10万円利益を切ったことはありません。そのゴールを達成してしまった後、実は多くの人があるジレンマに陥ります。それは稼ぎたい欲と時間がないストレスのジレンマです。物販は正しい方法で取り組めば、投入した時間に比例して利益が伸びます。人間は欲深い生き物ですから、最初は10万円が夢のようだと思っていても、それを達成すると20万円を稼ぎたくなるんです。そうなると、もっと稼ぐにはもっと時間を投入しなければとなり、物販を始めるまでは自分とか家族のために使っていた時間がどん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 物販に侵食されていくんですね。利益が伸び続けるうちはその喜びで時間を使うことにもストレスになりませんが、使える時間というのには必ず限界がきますよね。そうなった時に利益は横ばいなのに、自分の時間の余裕が全くないということがストレスになって、何のために物販を始めたんだろうとさえなってしまう人も少なくないんです。多くの人が目の前の10万円を稼ぐことを目指してスタートされますが、この動画を見ている方には、その先に物販作業を人に任せるという前提で始めてもらいたいなと思います。10万円でも大きいのに外注化なんてまさかと今は思われるかもしれません。でも外注化がしにくい物販をスタートしてしまうと、稼げてしまった時にこのジレンマに陥ってしまうんです。本当に長い目で物販で稼いでいきたいと思われているなら、もう先のことも考えてスタートされることをお勧めします。さて、今日の動画では難易度に合わせた仕入れのスタートが重要であるということと、外注化しやすい物販をスタートするべき理由についてお話ししました。そこで初心者の方がスタートしやすいリサーチ不要の仕入れかつ外注化がしやすいノウハウ動画をご希望の方にプレゼントします。こちらの公式 LINE では初心者向け物販に関する有益な情報を無料で配信しているんですが、こちらに初心者向けノウハウと合言葉をお送りください。一般公開していない限定動画も含めてお渡しさせていただきますね。その他、在宅で稼ぐためのプレゼントもお受け取りいただきますので、こちらからお気軽に友達登録してみてくださいね。YouTube では引き続き物販に関する動画を中心に、在宅ワークや海外生活に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。